たいなとこもありますからね。そうですか。え、帰った帰ったらしゃあないですわさあ、スペシャルゲストはこの方でございます。どうも、はじめまして。皆さん、なんかもう12年、3年ぶりぐらいらしいですね、テレビっていうのは。テレビですか、うん、そうです ねよく覚えてないですけど。よく覚えてないぐらい遠い昔にテレビ出た。そうです。あの、なぜこんだけ歌番組がある中にこの番組なんですかね。なぜでしょうねいや、ただね、うちの番組はずっと始まった時から、あのチャンプというのをやってたでしょ。はいはいはい、はい、あの時からずっと氷室さんには言ってたらしいんです。あ、こっちからボン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 ってやってたわけで。チャンプ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 。どんどん撃沈されてね今日はもう妊婦さんも見に来ました。本当に、妊婦さんはもう名前もね、氷室ってつけてなんで上の名前やねんいや、でもなんか合ってるじゃないですか。下でも使えそうじゃないですか。まあそんなんの、ね、今日はもう歌もありますし、はい、トークなんていうのはねですね。え、ちょっと嫌そうですね。いやいやいや頼みますよ。はいはい、うん、歌って、はい、トークありますんで、はい、今日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。っていうね、いやいや、テレビ見てる人も呼んでいただいたんでいやいやでも出てくるっていうのは、緊張しますよ。緊張します。勝手が違いますよね。ねえ、ねスティーブ・スティーブンスです。スティーブ・スティーブン、今回のツアーと、それから、この間リリースしたアルバムで、ギターを弾いてくれてるんで、ちょっとこうスタローンにのねいけたいけたいつもこんなにたくさん人入ってるんです。いつもこんなにすごいですね。なんでもないです。どうぞどうぞ。あ、いいよ。可愛い子、可愛い子たくさんいますね。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。今でも日本にいてはるんでしょ？普段。そうですね。LA にいることが多いですけど。そうですね。今日では日本のテレビなんて見ないですよね。あ、でもたまにこの番組とか送ってもらって見てますよ。あ、そうですか。うん、木村さん的には僕らのことはそんなに知らないんじゃないですか？いや、結構知ってますよ。よく。超有名ですもんね。あ、なんかちょっと怖かったね。カムカムながら。あの、あれですか、ずっと、まあ、テレビ出てはれへんかった期間があるじゃないですか。それは別にその、なんでなんですか。あんま嫌いなんですか。もともとあんま得じゃないですよ、こういうことは。あ、そうなんですか。うん、まあ、もうこれからも別に、あ、出るつもりはないですけどね。あ、そうですか。もうこの番組は最後じゃないですか。この番組は最後ですか。なるほどね。それはダメですよ、やっぱりよそ出たらね。というか、今この状態、今この現在のこの状態にもうムカムカしていく。いや、ムカムカはしてないですけど、ムカムカはしてないですけど、早く終わればいいなと。でも思ったよりもそのセットもきちっとしてるし、すごいさすがですよね。あ、そうですか。日本を代表する音楽バラエティ番組ですか。バラエティ番組さすがですね。音楽番組ですよ。バラエティはこれ、これ例えばコントなんかやってる鬼ババなんか氷室さんが知ってるかどうかっていう問題があるんですけど。鬼ババはやられるんですか。鬼ババのコーナーっていう番組が番組の中で。それ最近ですよね。それまあ最近ですね。で、まあ氷室さんには鬼ババになっていただければ台所みたいなところで出馬包丁持って叫んでいただいたら100万円差し上げる。それ100万円だよ。でもあんまりこっち来らへんかったら分からへんでしょ、今こっち何流行ってるとか。そんな情報って入ってくるんですか。だっちゅうのっていうのはこの間見ましたそれはいつ可愛いですよね。だっちゅうの。